ですね。隕石協会でも、岩手、宮城、それから福島の、支援をずっとしてるんですけども、支援してきた中で、今後に生かすということの意味合いもありまして、改めてね、震災での支援活動を携わる皆さんのところで、理解をしていただければということで、全国のところで今後研修を進めていくということになります。第1回目になりますので、これは2013年に私たちの災害時心の情報支援センターと日本隕石協会が共同して作ったものです。もともと隕石で作っているマニュアルがあるんですね。それで日本のチームで災害センターと隕石協会で共同で、日本の文化にあってもっと分かりやすいものを作ろうということで、これを作りました。2人ずつか3人ずつでちょっとこう自由にどんなことを思い浮かべる、子どもに優しい空間っていうのをちょっと自由に話し合ってみてください。やっぱり安全安心な安心なのは、これは実は記載高校でユニセフが双葉広場をね、開設した時の、準備段階から完成までという場面なんですね。これ見ると本当ね、あの時は思い出す。子供が自分今ある姿をそのまま出せる。その前提として子供が遊べる空間を確保する。遊べる空間の確保ですね。さっき出ました、子供にとって安心安全な環境であるということです。これは簡単なようで、やっぱり被災後の状況の中では結構難しいんですよね。こうしたこう遊び、教育、心理、衛生、保健、福祉、医療って全部を含むことは全く必要ないんですね。一つでもいいんです。遊びだけを私たちはやりますでもいいんですけど、周りのそういう何か専門家とかちょっとアイデアがある人とつながっていくこと、こういうお子さんがいるんだけどちょっとどうしたらいいだろうって、相談できていくことがとても大事。中学生側もなんか義務感に駆られてやんなきゃと思ったりすると、心の負担になって余計悪化するんじゃないかなとさっきから疑問に思ってます。ああ、そうですよね。すごく大事なポイントだと思います。そのバランスっていうのがすごく大事で、実はただ子供であっても受け身なだけ、私は支援を受けるだけだと実はもっともっと心が弱く辛くなっていくんですね。小さい子供であっても例えばゴミをこっちに運ぶ役割をやってって言われると、なんか自分にコントロール感が、自分にはできるものがある、自分には力がある、すごく災害を経験すると無力感にすごく苛まれるんですよね。その無力感を克服する経験をするっていうのは大事なことなんですね。ただおっしゃってるように、逆に非常にたくさんの役割を中高生になるとお家でも何かこれやってねって言われたり担う場合もあるので、すごくそれが負担になってないか、無理してやってないか、その中高生も発散したり遊べているかっていうのをちゃんとバランスを見るということ。ページを見比べてみていただくと、各ステップが、5まであるんですけど、見れると思います。まず1番目がアセスメント、その子どもたちが何を必要としているのかということを知る、把握するということが目的の一つです。それからもう一つが連携できそうなパートナーを見つけるという目的もあります。地域で子どもを見ている小児科の先生もいるし、一応さ、防災計画の中では災害時拠点病院っていう設定があるのね。民間だね。わかんないですね。普段もやってるけど何かあれば、やってるというふうにつながる。本当に災害時に直面してみないと、この場所がどういう役割をなすのかとか知らない、結構そういう意見がありました。アクセスのいいところにあるかっていうところとか、その年齢ごとの空間を分けることができるのかとか、本当大人が安心して預けることができるスタッフがいるのかっていうところ大事なポイントですよね。活動はそれぞれ別々にエリアになってまして、ここは遊ぶところ、勉強するところ、休むところと区別されているところとか、一つポイントのところ、スタッフの配置も書かれているというところです。で、具体的に集める備品や必需品のリストも例としてここに挙げてますけれども、皆さんが実際に子どもに優しい空間を作られるときには、それぞれの状況によって
違うと思うので、これを参考に自分たちでリストを作れるといいかな。さあ、シェフ1のご飯の時間は子供たちが来ない。まずそこの基本的な時間は片付けも含めて終わらせて、で、午後は午後で、この辺に子供おやつとか、なんてアバウトな自習、おしゃべり、リクレーションしか勉強コーナーってここが少しこっちに入るスペースがあった方がいいですよね、うん、こっちで遊ぶコーナーで、うん、遊びに、ね、赤ちゃん用の遊ぶおもちゃとこっちが大きい子とかにした方がいいんです。3人しかいないんだ、あと5分の3、はいはい、マスとかマスとかクッション性のあるようなあのマットみたいなものを敷き詰めて、校舎の人たちも一緒にくつろげるスペースも兼ねられたらいいんじゃないかなというふうに思い、テーブルを置きました。スペースとしては中高生のお勉強スペースと、あと中高生でも勉強しないスペース、自由スペース、あとはあの乳幼児でも遊んじゃうよっていう2、3歳の子のスペースと、あと児童コーナー、小学生でも中学生でも遊びたい、多分ピボピボやるかなみたいなんで、小さい子を優先で考えてて、午前中で上がる乳幼児と夕方5時ぐらいまで終わる 小学生と、夜も大丈夫な中高生っていう、まあ、生活スタイルに合わせて考えました。リーグレップが特徴的だったのは、中高生の勉強の時間が夜しっかりあるっていうところがあって、そこで勉強する子もいるだろうし、しないけど来てお話ししたい子もいるかもしれないっていうところが、しっかり中高生のサポートができてるなと思って素晴らしいなと思いました。内容としてはここまでです。本当にこの子どもに優しい空間のガイドブックっていうのは、この準備をしておく、こういう心構えを持って実際に起きた時にこれが使えるか、自分たちの力でできるかっていうところがポイントですので、今日皆さんがどこまでできたというところよりも、今日疑問に思ったことだったり学んだことだったりアイデアを得たところを忘れずに生かしていただけたらいいなと思います。